シャツに血がついてるよ。何か言いたそうだな。俺を何だと思ってるんだ。俺は人殺しだと。みんなが君のように才能に恵まれてるわけじゃないんだ。才能？人殺しの才能か。いい加減にしろ！それが俺の世界なんだ。お前に何がわかる？翔太のよく知ってる君じゃない。欲しいと思ったことなんか一度だってない。いや、気づいてたんだろ。やっぱりへそ曲げてる。日本人ってのはすぐ謝るんだな。伊部さんと話したの？ここへはよく来るの？時々な。自分の救ってる場所がどんなところか見たくなるときに。思ったことを言えるのが本当の友達だと思ったから。君を傷つけるつもりはなかったんだ。人間誰でも腹が立つ。エイジはどうしてる？変わりないよ。なんで？帰国は明日だろう。まだだ。もう時間がないぞ。分かってる。いつもコンピューターみたいに正しい答えを弾き出すお前の脳も、あいつのことになると計算が鈍るってか。うるさいな。あんたには関係ないだろ。